はい、皆さんこんにちはこんばんは GK です。今日なんですけれども今日は、えー、本日ね登場してます中田英寿選手の TS2 種を、えー、徹底解説やっていこうかなと思います。ちょっとね重くてまあまだ重いんかな。僕がさ。 入り直した時は結構スムーズにいけましたけど、だいぶ軽くなったかな？うん <laughs> ということで、まあ、まだ見れてない人もね。もしかしたらいるんじゃないかなというところで僕の動画でね。初めて中田英寿選手がね。あの登場したということを知る人もいるかもしれないので、まあ、ちょっとネタバレ的な感じで申し訳ないんですが、まあね。あの更新動画でちらっとは見えましたけど <laughs>。非常に両方とも強いんじゃないか？っていうね。 はい。むしろどっちを使うんだっていう問題もね、ちょっとね、発生しそうな感じがしますけどね。果たして。さあ、評価としてどうなんでしょうということでね。まあやっぱね、中田秀俊選手といえばね、僕的には本当に、まあ正直これ異論はあると思うんですけど、日本人ナンバーワンだと僕は思ってます。はい。まあ正直、まあ思い入れがあるかって言われたら、まあ J クラではね、最初にレジェンドが出たのもこの中田秀俊選手なんですよね。 だから J クライにとってもね、まあ始まる、まあね、今の TS の先駆けのレジェンドの始まりのカードという、始まりの選手と言えるわけなんですけれども、まあその時はね、まだまだね、今と環境もだいぶ違う,違うからな、もう3年前とかでしょ 全然違いましたからね。うん。今の環境で、まあ、中田秀俊選手を出すと、やっぱこれぐらい強いのかなっていうのはね、まあ仕方がない。まあ紛れもないことなのかなと思うんですけれども。にしてもね、ちょっとね、現役選手のね、トップ下選手の立場なくなるんじゃないかみたいなカードがね、バンバン TS 出ますけど。 それだったらもうディフェンス出していいんじゃないですかって言いたいけどね。うん、カくなにその上の方しか出さない縛りは何なんでしょうかね。別にその縛りいらないんじゃないかなと思うんですけどね。こんだけ、こんだけ上もね、ぶっ壊れてるんだったらね。はい、ということで、まあ、どれぐらい壊れてるのかというのをね、楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。では早速なんですが、えー、中身に入っていきたいんですが、まあ、ういうスキルね、見ていきましょうかね。まず、えー、先に、じゃあ、 湘南のね方の、えーまあ、ベルマーレの方ねあの、ベルマーレ平塚ですけどね、正式に言ったらベルマーレの方のね、中田秀俊選手のこういうスキルをまず見ていきましょう。こちらです。はい、えー、これ僕調べてきました。ただね、漢字わかりませんでした。和 <laughs> 立みまでわかりました。調べて。はいう海神で和立みって呼ぶんですね。 じゃあ、ポセイドンって何なんだろうななんか、海の神っていうと、ポセイドンみたいなね、イメージありますけど、ポセイドンは海の神ではないんじゃねんじゃね。まあ、僕そこまでちょっと調べなかったんですけど、和田摘みっていうらしいです、皆さん。僕一つ勉強になりましたよ。まあ、和田摘みは聞いたことありますけど、なんかパズドラでね。うん。で、あの、あの、肝心のこの、あの、一文字わかんなかったです。本当にわからない。あの、生まれて初めて見ました、僕。うん、学がないもんでね。すいませんが。 まあ、あのー、多分コメント欄で誰か教えてくれるんでしょうけど、はい。僕のモヤモヤを誰か、あの、救ってください。この動画見た人ね。わかる人ね。教えてください。ということで、まあ、ここはちょっとね、もういいでしょう。はい。わだつみのハテナということで、超 <laughs> 次元シュート上位ね。超次元シュート上位はやばいでしょう。うん。で、裏 EP5 0ね。はい。まあ、これね、あのー、まあ、わだつみのハテナから、えー、放たれる、えー、波の軌道を、マネキン描き、 ブレながら落ちるシュートということでね。はい。魔球ですね、多分ね。うん。魔 <laughs> 球でしょう、これは。はい。ということで。まあ、使ってみないとわかんないですけど、まあ、長次元シュートでも強いのに、うん、さらにその上が出るというね。はい。もうトップ下のね、現役選手の立場はないですね、もうね。はい。ということで。まあ、これも、はい。まあ、試してみないとね、本当の強さはわかんないですけど、まあ、能力値と相まって、まあ、やばいでしょうね。きっとね。はい。 まあ強いんじゃないかなと思います。まあ長次元のシュートはね、まあ現実出てないですからね、まだね、普通のスキルではね。まあ唯一の、えー、中田秀俊,秀俊選手のベルマーレのやつが、えー、もう唯一持ってるスキルとなりますので、まあこれがね、今後もしかしたらまあね、どれぐらいかかるんでしょうね。1年後とか2年後ぐらいかな、とかにまあ上位スキルとか出るんすかね、じゃあね。うん。 まあ一般に浸透してきたらね、この強さというのもね、知れ渡ることになるのかもしれませんが、まあ今はね、中田秀俊選手を当てた、スターを当てた人だけの特権なんでね、まあこれは非常に大きいのかなと思います。まあ、なかなか情報も上がってこないんじゃないかなと思いますけどね。はい。で、次、えー、ご新スキル紹介ね、次ね、えー、ここもね、調べてきました。不正出、不正術、不正出の、えー、戦術眼ということでね、はい。 はい。これはパーフェクトパサーの上位となってますね。で、裏 e p 7 0で、これは日本代表の方がね、こういうスキルで持ってるものとなります。うーん、まあこれも強いでしょうね。パーフェクトパサーの上位は、ちなみに、まあ同格では出てますね。例えば、まあ去年の、えー、中村健吾選手とかね、あのー、TS のね、まあ同じようなものが出てますが、まあこういうスキル扱いになってるので、まあちょっと違いますね。ただ、この前の、まあジーコ選手のことをちょっと思い出してみると、なんか、 特別仕様みたいな感じになってたこともあるんで、まあこういうスキルって、まあ同じように見えて意外とちょっと違かったりするんで、まあこれはね、まあ正直そこは試してみないとわからないんですけれども、まあ強いのは間違いないと思いますね。はい。で、パイクトバサの上位なので、裏 EP は70%ありますので、これクラチャンネル、ね、使っても非常にでかいですね、この70%ね。はい。 で、まあね、TS スターね、どっちかというと EP に向いてる方なんで、まあ、クラチャンとかで使うとね、バカ稼ぎするんじゃないかなと思いますし、まあ、リーグでもね、当然使えるんじゃないかなと思うのでね、ここはまあ、えー、まあ、当たってみないとわかんないですけど、まあ、非常に強いんじゃないかなというカードが出たんじゃないかなと思います。はい、ということで、じゃあ、ここからなんですが、ここからはね、もう選手カード紹介に移っていきたいんですが、まずね、評価基準を説明させてください。こちらです。 はい、えー、この動画の評価についてなんですが、スキル能力値総合の3項目を1から10の10段階で評点付けをします。で、またね、一人一人、まあ、上記の、えー、項目をもとにね、また細かい評価を出していけたらなと思います。まあ、今回一人一人というよりは、まあ、TS、TS スター、TS、TS スターという感じで、まあ、ベルマーレ、日本代表に分けてね、まあ、4パターンでやっていきたいと思いますので、ぜひね、よろしくお願いします。では、まずね、まあ、じゃあ、ベルマーレの方からいきますかね。はい、まずじゃあ、TS の方を見ていきましょう。こちらです。 はい、えー、こちらが TS92 の中田秀俊選手のベルマーレ平塚時代の、えー、TS ですね。これはスキルが9、能力値が10、総合9で評価しております。はい、見ていくんですけど、スキルは、まあ、10をね、つけるまではちょっと難しいかな。まあ、長次元シュートいいですね。オフェブレもいい。音速ドリブルもいいんですが、まあ、完璧かと言われると、まあ、悪くないんですけどね。うん、まあ、当然強いと思いますけど。はい。まあ、10でもいいかなと思いつつ、まあ、9にしときました。はい。 で、能力値に関しては、まあ、ここは文句なし10でしょうね。まあ、オフェンス20%アッププラスもあるし、基礎値もね、1654。まあ、十分高いんでね。まあ、しかもトップ下メインになってくるでしょうから、トップ下の選手にしては、やけに高いですからね。うん、現役選手なんてね、1500いけばいいぐらいじゃないですか。<laughs> 高い選手でもね、なかなかそういう選手も出ないしね。うん、ということで、この TS の価値は十分にあるんじゃないかなと思います。で、総合は、A、9で評価しております。 うん。ということでね。まあ、当然強いんですけれども、まあ、やっぱり超次元がね、メインウェポンになってくるんで、どっちかっていうとトップ下のパサーとかいう役割はもう全部捨てて、得点に特化したようなカードになりますね。まあ、なので、まあ、シャドウとかでもね、使えたりもしますので、まあ、シャドウかトップ下でしょうね。うん。 まあ、えー、CF までね、できたら最高でしたけど、まあそこまではちょっとついてないんで、どっちかというとなんかスキル的には CF 向きのようなスキル構成をしてるなっていう印象がね、ちょっとありますけど、うん、トップ下でこれがどれぐらいハマるのかっていうのはありますけどね、まあただ、はい、まあ十分に、まあ長次元シュート生かせるね、能力値もしてますし、まあ強力なんじゃないかなと、まあ92でもね、十分に強力なんじゃないかなと思うので、まあこの TS でもね、十分にね、トップ下、まあ今ね、ちょっと困ってる人とかは、 はい。よりね、欲しいんじゃないかなと思います。結構価値の高いカードに、まあ、このベルマーレのね、えー、あのー、92の方も、まあ、十分にね、強く仕上がってるんじゃないかなと思います。 まあ、うん。まあ、得点力ですよね。ここはまあ、対シュートセーバーというところで、なるべくまあね、ここからどれだけ仕上げれるかっていうのもちょっと勝負に入ってくると思うんですが、もう仕上げてしまうとなかなかシュートセーバーでもやっぱ止めれないぐらい、まあ特にスキル強化とかね、シュートスキル強化とか、まあオフェンス上げたりとかね、そういったところがメインに当然なってくるわけなんですけれども、まあそこにね、 あの、よりね、まあ、強いものを仕上げれると、まあ、大衆とセーバーでも怖さはなくなるのかなと。まあ、それぐらいのカードになってもおかしくない。当然ね、素質はしみ、あの、秘めてると思うんで、まあ、ぜひね、ここは、えー、まあ、手に入れた方はね、えー、センス不要もね、抜かりなく、ぜひね、あのー、少しでも上を目指してほしいなと思います。では続きまして、えー、2枚目見ていきましょう。こちらです。 はい。えー、こちらが、えー、スターの方ですね。101グレードの方になります。えー、こちらの評価、スキル10、能力値が10総合10で、オール10の評価となっております。じゃ、ここ見ていくんですけど、まあ、スキルはね、まあ、このね、和田積みの果てなね。うん。まあ、これがね、超次元の上位スキルということで、まあ、まずね、存在感がすごくあるし、で、えー、まあ、鋼の心臓も当然い,いしね、で、高速ドリブルも当然いいと。まあ、この組み合わせだと、まあ、上位スキルになるとね、10評価は当然出るかなと思いますね。はい。まあ、 そうね。まあ、クラチャンでもいいだろうし、マリーグでも、はい、文句ないかなと思います。で、まあ、あ長次元とね、高速ドリブルの相性は、まあ、ま、あいいと思いますよ。まあ、長次元って結構近距離でも出ますからね、なんならね。うん。ま、行き過ぎても、ということがあんまりないので。 まあ個人的には結構相性がいいんじゃないかなと思いますし、まあこれぐらいの選手がね、あの縦ドリブル持ってるって脅威ですからね、単純にね。うん。自力もあるんでね。うん、そこのね、ドリブルもあって、強力なシュートも打てて、オフェンスブレイクでちょっと守備もしてくるみたいな、もう最悪に嫌ですからね、そんな選手ね。うん。まあこれはスキルは10でしょう。で、能力値はね、もうそら10でしょう。うん。 まあダブルセンスで、ね、オフェンス15パアッププラスあるし、まあ基礎のね、オフェンチがね、ブースト込みで1923。うん、これはチートですよ。うん。トップ下の選手の能力じゃない。ここ間違いなく言えます。これもう、あの、現役選手じゃ多分、立ち打ちできないんじゃないかな。これ手に入れたらもう、いらないでしょ、トップ下の選手。うん。ってぐらいぶっ壊れです。はい。で、そこは当然10になってますと。 まあ、ここ当然ね、さっきもね、TS のところで言ったんですが、まあ、シャドウでも十分に生きるカードになってますので、まあ、シャドウでもいいと思いますね。はい。で、まあ、よりね、まあ、特典に特化したカードとしては、スキル構成もまあ、無駄なく、まあ、しっかりついてる方じゃないかなと思いますしね。まあ、あと言ったら、まあ、シュートスキルもう一種ぐらいあればな、みたいな話も、まあ、なくもないですけど、うーん。 まあでも十分かな。うん。<laughs> 十分じゃないですかね。超次元一本でやっていけると思うんでね。うん。で、能力値もこれだけ高かったら、まあ相当優位だと思うんで、まあこれにセンス仕上げたりとかキラにされたもんにはもう対応の仕様がもしかしたらなくなっちゃうかもしれません。これ何が厄介ってね、超次元だけだったらまだ打つ前に止めたりとかできるんですけど、高速ドリブル持ってるのもね、結構ね、やばいですよ。うん。 だってこれで振り切られたらもう終わりですからね。そこから超次元まで連動するだろうからね。基本的にはね。まあよっぽど朝一で受けない限りはね。ってなると、うんやっぱ怖いですね。当然ね。怖い。当然怖いカードになってますね。はい。ということで、まあこれは、はい。まあ正真正銘ぶっ壊れカードじゃないかなと思います。まあこれ、A がスピードスターじゃなくてまだ良かったんじゃないかな。鋼の心臓じゃなくてスピードスターでやったらもう、ほぼ完璧だったんじゃないかな。まあほぼてかまあ完璧か。うん。 まあこれでも完璧ですけどね。ほぼかん、まあ完璧です。はい。<laughs> もう強いと思うんで、ぜひね。あとどうしても欲しい人は、まあガチャは当然回す価値はあるんじゃないかなと思いますけどね。はい。まあ強いカードに仕上がってると思います。はい。じゃあ続きまして、日本代表の方じゃあ見ていきましょう。じゃあまずは TS 普通の92の方を見てみましょう。こちらです。はい。ということで、こちらが TS92 の中田秀寿選手、日本代表バージョンです。 はい、こちらの評価、スキル10、能力値が9、総合10で評価しております。はい、ここ見ていくんですけど、えー、スキルは、えー、ま、10でしょうね。これ、パーフェクトバスターと超次元の組み合わせなんて見たことないですからね。うん。いだかつて一人もいないよ。い <laughs> まだかつて多分一人もいないと思うけどね。あ、まあ一応、ま、TS ではいるかなえ、TS でもあんちゃいないんじゃないかな ?TS でもいないでしょいるかね。 いるっけパーキットパスアー超次元なんて。しかも92ですよ、これ。あ <laughs>、チャナティップ選手はね、多分ダブルタッチ系だったからね、違うんすよね。うん。違うもんね。多分初じゃないかな。で、チップパスね。はい。まあ、これはもう A2 つだけで正直10ですからね。もう動画がいても、まあ、B に何がつこうが10なんですけど、まあ、10です。はい。で、能力値に関しては、まあ、一応、ボナセンテクなんで、まあ、9にはしてますけど、正直も,10でもおかしくないね。うん。てか、まうーん、まあ 10まあ、9。まあ、9にしとくか。一応ね。うん、ボナセオフェではないからね。ただ、テックでもね、十分価値あると思うな。うん、まあでも、まあ、9でしょうね。まあ、9にしときましょう。で、総合的には、まあ、10の評価で、えー、出しておきたいなと思います。まあ、こっちの方がやばいんかな。まあ、バランスがいいのはこっちでしょうね。うん、パスもできるし、まあ、長次元も打てるということで。 うーん、まあ、ジェイクラ的に向いてるのはこっちなのかなうーん、超次元でも十分強いですからね。うん。で、ボナセンのテクもまあ、パスは持ってるしね。まあ、チップパスも合わせて持ってるんで、まあ、ここも生きてくるだろうしね。まあ、結構こっちの方がバランスは良さそうな気がしますけど、まあ、当然ね、ベルマレのも当然強いですけど、こっちの方がなんかより脅威に。まあ、でもね、うーん、なんかまあ、2種の違いをね、まあ、見つけるとしたらね、まあ、さっきも評価とちょっとね、評価したところでちょっと合わせると、 ベルマーレの方は、まあ本当に得点特化してるんで、まあその怖さはめちゃくちゃあります。だからまあ、怖さの種類が違うっていうのもちょっとありますね。うん。まあドリブル生かしての超次元がぶっ飛んでくるのも怖いし、当然パーフェクトパスだと超次元持ち合わせてるのもね、退治した時は怖いんで、まあどっちにしろ絶望ですけど、うん。まあ、うん、まあ。 器用なのはこっちかな <laughs> まあ言ったらいろんなことができるのはこっちかなと思います。はい。まあパスも、まあアシストもできるしね、自分で点でも取れるし、まあアシスト面になっちゃうんで得点力はどっちかというと、まあ当然ベルマルの方が高いと思うんですけど、まあそのアシスト面もね、こだわりたいんだったら、まあこっちの方がちょっと魅力感じるかなと思うので、まあどっちも魅力的なんですけど、まあ割れるでしょうね、ここはね。はい。でもこっちの方はまあ企タイプと思っていただけたらなと思います。 まあ、うん、総合もね、まあ重評価でしょうね。まあだってね、まあ92年もね、このレベルだからね。これだって普通にこれね、だってこのレベルでも普通の限定とかに出ないっすよ。うん。だって AAB とかでまあ見ないっすもん。パーフェクトパスサーと超次元なんて。だいたい普通のカード化すると、パーフェクトパスサー異次元まで行くと思うんですけど、超次元はなかなかつかないと思うんだよね。でもただこれでもしかしたら、 いや、ないかな。限定カードのグレー、あのー、なんていうかな、そのスキルのベクトルがちょっと下がって、今後こういう選手が増えてくるとか、もしかしたらあるかもしれないですけど、それでも能力値がついてこないからね、トップ下の選手ね、なかなかね。でね、能力値もね、見てみるとね、基礎で1545かな。これも高いですからね、トップ下にしてはね。うん。というところで、まあ、こっちの方が得点力はベルマールより劣るけど、アシストができる分、まあ、いろんな、まあ、可能性は広がるかなっていうところで、 どっちがいいかっていうのはまた難しいけどね。うん、難しいですけど、どっちもいいと言っておきましょう。ということで、まあ、この TS のね、日本代表の方も、まあ、当然ね、器用なタイプだし、うん、強いと思います。はい、ここも、まあ、92でも十分通用するんじゃないかなと思いますね。はい。では次、えー、スターの方を見ていきましょう。こちらです。はい、えー、スターの方も、まあ、スキル10、能力値10、総合10で、オール10で評価してます。 ここはもう説明がいるんでしょうか <laughs> 不正室の戦術眼。まあこれは、あのー、ね、まあ、パークトバスターの上位なんですけど、超次元になって、で、レインボーアーチになるというね。はい。もう何なんですかこのカードは <laughs>。何なんですかうん。これ以上のカードが今後出るんすかうん。<laughs> 出ないんじゃないですかはい。これワンチャンね、カード良すぎてワンチャン復刻ないんじゃないかなと思っちゃったね。今回もしかしたらね。 これまあ TS といえば復刻するんですけど、これ復刻してこれ確定とかで取らしていいんかなっていうのはありますよね。うん、だから今回取れなくても、その TS 復刻した時に、まあ、コインがね、去年みたいに来るんだったらまあコインガチャとか来ると思うんで、でコインね、まあ、3週ぐらいしたら確定とかだったと思うんで、それまでに貯めとくとかもね、全然ありだと思うけどね、このレベルのカードがもし復刻するんだったらね。うん、今取れなくてもね。 っていうぐらい強いです。はい。もう何が強いかってもう、さっきにね、も、ま、う、あ、ちょっと言いましたけど、まあね、これもバランス、まあ当然ね、上位カードなんで、バランスがいいしね。うん、特に上2つはもう脅威ですからね。で、まあ、うん、能力値もね、まあ当然スターになれば上がってね、オフエッチも1837ですか。<laughs> 誰が超えてくるっすか、この、ね。うん、さっきのでも湘南の方は1900ありましたね。うん、まああっちのがやっぱ攻撃、 力が高いね。うん。あっちの攻撃力が高いんでしょうけど、まあ、どっちも当たったらこれどっち使うか迷うでしょうね。うん。<laughs> うんど、どっちがいいんだろうね。これどっちがいいですかって言われても僕わかんないですね、正直ね。湘南と、まあ、どっちも強いからどっちでも使えばっていう、はい。もう投げやりな答えしか出せないんじゃないかな。 っていうぐらいね。本当にこっちの方もまあ当然スターの方も仕上がってて。まあ正直これ以上のカードが出るのは想像がつかないし。まあこれでもね、チャナティップ選手の時も言ったんですけどね。チャナティップ選手よりもなんかよりトップ下に特化したようなね、カードがまあ中田秀俊選手出てきたわけなんですが、まお、あ、そらくね、まあ超えられないことはないんでこれ以上のカードがいつか出ることはあるんでしょうけど、ただまあそうですね、中田秀俊選手だからね。うん。日本のガチレジェだからね。 まあ、なかなかトップ下、まあ、現役選手で超えるのは本当にほぼもう厳しいでしょうね。うん。多分特別限定とかでも厳しいんじゃないかなと思うんで、まあ、トップ下、ここね、手に入っとけば、まあ、うん、最強スカット組みたいんだったら、やっぱどっちかは入ってくるだろうなってなってくると思うんで、まあ今回の TS は回しがいがあるのかなっていうのはね、まあこのスタート、まあまあね、日本代表のスタート、まあね、ベルマーレのスタート。 ま、あと92もなんなら入れて、まあ、総合的な目で見てもね、やっぱね、高いレベルなんじゃないかなと思います。まあ、これ以上のカードが出てくる想像は今んとこ、まあ、つきませんけど、うん、まあ、本当に、もうぶっ壊れだと思います。もう、ただそれだけです。はい。もうぶっ壊れで間違いないです。ということで、はい。言っておきたいなと思います。はい。ということで、えー、評価動画終わりましたが、もう本当にね、凄す,すぎて評価することがないです。あの、これがこうだったらな、とかないんです。もう、もはや、うん。 このレベルのカードをもはや僕は見たことがないので <laughs>。 誰と比べるとかもね、あんまりなんか、抜けすぎてね、比べる対象もいないしね、ということで、まあ比べる対象はね、当然今回の TS 同士になってくるんでしょうけど、まあそれぞれに良さがあってね、まあベルマーレの方は本当にまあ縦ドリブルも持ってるし、本当に攻撃に特化したカードだと思います。まあ一人で点取れるカードだと思うし、まあただ片やこのね、日本代表ベースの方はまあね、パサーの役割もできるし、まあ長次元もできるということで、ただどっちかというと比重ではね、パサーの役割の方が強いので、こっちはアシスト系統の方が、 存在感はどうしても強くなるとは思うんですけれども、まあ、言ったらね、まあ、便利、まあ、便利、便利というか、まあ、有能タイプかな。器用で有能なタイプが、まあ、日本代表で、もう本当に勢いそのままに点を取ってくれるのがベルマーレの方じゃないかなというところで。まあ、それをね、まあ、もしどっちも、例えば、まあ、92とかでも、当たってどっちにするかっていうのは結構難しい問題だと思うんで、まあ、ね、あの、自分のチームにより合った選手を選ぶのが一番いいと思うんですが、 まあね、得点力不足の人はベル回るのが意外といいかもしれないですね。そう考えるとね。うん。で、得点はまあそれなりに足りてるんで安定、まあ得点に対しての安定、安定さが欲しいという人は、まあ日本代表の方がちょっと向いてるのかもしれないなとか、まあいろいろ使い、まあ人によってね、これはどっちの方がいいのかというのはね、変わると思うんで、まあただ間違いなく言えるのはもうどっちでもいいんでね。 正直どっちでもいいです。はい。まあどっちでもいいし好きな方を使っていいんじゃないかぐらいの仕上がりにはなってると思うんでね。まあ特にスターの方はそれぐらいの仕上がりになってると思うので、まあぜひ当たった人はね、即育成して、えー、即ね、まあ本当に、まあ本当に完璧な中田秀,秀俊選手を作れるように、ぜひね、頑張ってほしいかなと思います。では今回の、えー、中田秀寿選手登場 TS ね、えー、徹底解説やっていきました。まあ本当に評価としてはもうほぼ完璧ですね。まあ TS から含めて、まあ十分に価値あるカードになってるかなと思います。 では、えー、ぜひね、あのー、狙う方はぜひね、ゲット目指して頑張ってください。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。